ブンブン、あ、違うわ、あなたのハートにコンソメ、コンソメ、コンソメパンチっていうか、ね、パンチっていかないっていうね、新しい挨拶です。やばね、まぁ、ちょっとね、僕他の YouTuber と一緒が嫌なので、もうちょっとなんかこのね、ダベリ感みたいな、もう王者の風格、カリブラみたいな、俺たち有名ですからここら辺でオープニングトーク長くしてって、いやみんな見てくれますからってね、余裕の座った態度スタイルでやっていこうと思う。それじゃカリブラと一緒になっちゃうけどいいですと言いながらマリオデッセイやってるんですよ。映さないってね、映しますけど、ここだけ映すので汚いしな、だから映さないよってね。よし、あと10秒俺はマリオデッセイを楽しむ。で、俺がこの変な挨拶をしてる間にも1分が過ぎてしまったというね、タイムマジックですよ。でも皆さんは1分クッっていう感じで待ってると。チョコスモならもう動画半分終わってます。うん、オープニング含めたらもうすぐオチですよ。はい、ということで今日紹介するものはこちらってね、紹介じゃなくて単純にお母さんが見つけてきた、でこれですね、デカビタゼリーってやつなんです。デカビタに英雄ないと思うんだけど、まずビッグ270ってことは、これより小さいサイズがあるのか、もしくはサイズがビッグだよってことを言いたいのか、ビッグサイズなのか、もしくはサイズがビッグだよなのか、やっぱこれ難しいと思うんですよ。このね、容量がビッグなだけで、ってノーマルはないよっていうのか、こうビッグバージョンだよ、ノーマルバージョンもあるよってことを言いたいのか、まあ、ビッグ、お得だよってことを主張したいんですね。実際ね、僕、ドデカミン大好きなんですよ。デカビタでしたね。はい、ドデカミンは違うんですよね。ドデカミン、デカビタ。うん。デカビタ。まず、この、ゼリーが来るまでの余韻的、余韻が逆余韻だ。最初の方の、嵐の前の静けさ。もうすぐ嵐だよの境目くらいの、ね、表現すると、嵐で表現すると、この、空気がデカビタ、もうまず。あ、デカビタの味がしてくる。で、デカビタ。まずくもないし、うまくもない。うん、まあ、炭酸の抜けたデカビタほどまずいもんはないよな。結構味が濃いから一気に食べたくないわ、うん、ちょびちょび食ってきたいって思うの初めてだけどね。顔熱いよ、冷房入れよ。まあ、こんな表情になるな、うん、はっきり言って、うんうん、まあうまいけどなんか足りないって感じ。あ、そういうことか、壁画っていうの。金どうやって集めればいいんだろうな。あ、うぃっしょ、よっしゃい、都市の国行くわ。いや、まあうまいけどなんか足りない、そんな感じ。
都市行って金稼ぎますわ。金稼ぐって言っても、まあ、単純にあれだからね。朝の光が待てなくて、あれマリオデッセイの金作なんだろうな。楽しいのはあれだよな、フェスティバルでフェスだよな。あんなに探索してやっと43個なの。一応ねクリアしたんすよ。まあ表ボスのクッパ倒して月の国まで行ったよ。ネタバレになっちゃうけど、まで行ったって感じ。もう唐突なネタバレだよな。怖いよな。うん、どれくらい唐突かっていうと、ははそうだよね、猿の惑星グレート楽しかったよね、っていうか君死ぬよみたいな感じだよね。死の宣告おじさんポップバージョンみたいな。いや、そんな恐ろしいことはねえな。ポップバージョンの方が怖いね。あ、変な人だなっていうのならまだいいけど、いや、っていうか君死ぬよ。思想が見えるよ。思想が見えるって言われるならまだしも、っていうか君死ぬよみたいな感じで言われたらほんと怖いですよね。そんな経験がある人は多分なんか中二病の友達がいればなんかありそうですけど、意外にね。それをユーモアのある人は死の宣告おじさんかってははって言われますけど、いや普通の人がそういうのを見たらちょっと怖いですよね。恐怖を感じますね。絶好されそうですよね。ダメージ食らっちゃったよ。もうめんどくせえ。著作権引っかかんだよな、どうせ。やめよう、マジで。いいか。著作権引っかかるって単純に、あれなんですよ。任天堂となんかね、僕はゲーム実況しますって契約もらって、まあ、してないから、こういう音楽流すと怒られるんですよ。音楽めちゃ怒られるんだよ。ゼルダの時はかかりこ村が一番厳しかった気がする。これなんか一番厳しい。ああ、金が集められなかった。うまい具合にオデッセイやり始めたからお手首が出ちゃうんですよね。悔しいよ、悔しいので。おいおい、すぐハート取ってダメージ食らうとか何なんだよ。ああもうゲームオーバーになった。ああ、また入っちゃった。なんか骨の衣装買わないといけないらしいんですよね。壁画の秘密ってやつで、明らかに壁画が骨に、あ、ファック、やばい、ドゥルって言ってんだけど、
デュデューコングじゃん。いや、そんなダジャレいいわ。オデッセイって言ってんのか、オディッシーって言ってんのか、アレッセイとも言ってるんですよ。なんでもありだよな。めっちゃオデッセイ楽しいけど、なんかね、パワーストーンの、パワームーンの数が800個あるんですよ。だグリの実なんですよね。グリの実ですよ。だから分かりやすいグリの実ですよ。800個だよ。最近800って数字好きなんだなって思いました。任天堂は。なんか、簡単に金稼げるやつないかな。ああいう、無限レベルアップ的な感じで、ほんと秒で終わるみたいな。一気に1000コインくらいくれねえかな。それ欲しいな。あー、やっちゃった。思いっきり20枚くらい逃した。やっちゃったよ。なんかないかな。やっぱアレッセイって言ってる。アレッセイ、オデッシイ、オデッセイ。あ、アレッシイって言ってんだ。アレッシイって多分ジョジョにいたよね。ジョジョにいたよねって、なんかジョジョに出てきたのかもしれない。よいしょ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 。あー鼻水すごい。うわ、あぶな、ビルから落ちるところだった。ビルから落ちたらゲームオーバーっぽいけどな。検証系 YouTuber としてやるか。コンサート中にビルから落ちたら死ぬのか、ね、知らねえよそんな。いや、いや普通の人間だったら死ぬだろうけど。いた。ニュードンクって意味わかんねえよな。ニュードンクってニューヨークでも都市の国が一番来たかったですよね。やっぱりオデッセイとしては。ちょっと飽きるんだよな普通に。
言いながら2回目で飽きるって結構やばいけど、いた、バブルに当たった。あと3000枚をめっちゃ楽に稼ぎたい。まあ俺海の国嫌いなんだよな。みんなわかると思うけど、泳ぎ系やっぱみんな好きじゃないよな。うん、俺泳ぐステージ大嫌いなんだよ。64の時からなんだけど、まあ64単純にあれ難しすぎるもん、64。64、俺泳ぎ方わかんないんだよ、スーパーマリオ64は。あ、いた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 。あ、あ、死んじゃった。ゲームオーバーになった。めんどくさ。で、何も考えずに、周回したらどれくらいの速度になるんだろうな。お金を気にせずにやったら、え、あ、びっくりした。バグったかと思ったら単純に土管に入ってなかった。何でもバグって疑うからね。何でも人のせいにするからね、俺はね。もうノーマルで、まあできるとこだけ。うざいね。ああ、そんな稼げんねやな。150枚くらいしか稼げねえよ。その普通になんかコインのことを考えずに突き進むだけだったら。では次回の動画で会いましょう。バイバイ。ああ、次も動画撮ると思う。